どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年7月版の ANA クレジットカード入会キャンペーンプラスアルファまとめということでね、やっていきたいと思います。こちらね、毎年出させていただいてるんですけども、6月よりですねかなり変更点がありましたので、やはりね6月までのキャンペーンやっぱりいろいろね重なってすごかった印象がありますね。7月に入りですね、 ANA 側のねキャンペーンが終わったということで、まあもらえるマイル数はねかなり減ってしまったんですけども、まあどっちかというとまあ通常時に戻ったっていう感じですね。まずですね、本日紹介する ANA のクレジットカードなんですけども、 ANA のねクレジットカードには初めてね入会される方にキャンペーンとしてねマイ友プログラムっていうものがあります。まあ、こちらは ANA のサイトでね登録するという風になってるんですけども、既存の会員の方の名前と照会番号、まあ、こちらをね入力するだけで、一般カードだったら100マイル、ゴールドカードだったら2000マイル、プラチナカードだったら5500マイルといった感じで、無条件でねマイルもらえることができますので、もしね ANA のクレジットカードを初めて発行される方はですね、ぜひねこちら利用するようにしてください。周りにね ANA カードを持たれている方ね探していただいて、もしねいらっしゃらない場合ですね、私から紹介することも可能ですので、これはね毎回言わせていただいてますけども、ひとまずですねクレジットカード発行する際は周りにね ANA カードを持っている方いらっしゃらないか探してみるようにしてください。まずはじめに ANA JCB ソラチカカードと ANA ソラチカゴールドのキャンペーンで、ね、解説させていただきます。まあ、こちらね ANA の JCB のクレジットカードのキャンペーンという風になっておりますので、 JCB 側のねキャンペーンが取れるということになりますので、マイ友プログラムのキャンペーン、 JCB 側のキャンペーン、ポイントサイトの案件ということで30ドルがねできますので、こちらね取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。まずねソラチカカードのゴールドから解説させていただきます。年会費が初年度から14,000円、JCB 側のねキャンペーンですね、入会ボーナスで2000マイル、次にですねキャンペーン中に利用額に応じてマイルがねもらうことが可能です。でこちらねエントリー必須というねキャンペーンになっておりますので、発行された方はね確実にエントリーするようにしてください。エントリーフォームはですねこちらの動画の概要欄に記載しておりますので、そちらね利用してみてください。カード利用期間が7月1日から12月31日までという風になっておりまして、こちらね公式サイトの画像を出しておきますけども、10万円以上で1500マイル500ポイント、50万円以上で6000マイル2000ポイント、100万円以上で1万5000マイル5000ポイント、200万円以上で2万4000マイル8000ポイント、300万円以上で3万マイル1万ポイントということで、こちらは表示されているのが ANA マイル数で、括弧に入っているのが、こちらね、JCB のキャンペーンはですね、おきどきボーナスポイントというもので付与されるっていうことになっておりますんで、おきどきボーナス分のポイント数がこの括弧内のポイントというふうになっておりまして、こちらね、毎回注意事項としてね、言わせていただいてるんですけども、このおきどきボーナスポイントっていうものは直接ね ANA マイルに交換するとこちらの画像通りのマイル数になってしまうんですけども、こちらをソラチカカードの場合はですね、東急メトロポイントっていうものにね交換することによって交換レートを上げることが可能というふうになります。ですのでこちらね仮に300万円以上利用すると3万マイル1万ポイントがね獲得できますけども、この1万ポイントを東急メトロから ANA マイルに交換すると、本来ね1万ポイントが3万マイルのところが4万5000マイルっていうふうになりますんで、このルートはねぜひ覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。ですので300万円以上ね利用すると4万5000マイルがね獲得できるっていうキャンペーンになっております。またねこちらのクレジットカードのキャッシング枠を入れると100ポイントがねもらえるというキャンペーンもね同時に行われておりまして、100おきどきボーナスポイントもですね、先ほど解説した東急メトロポイント経由で交換すると本来ね300マイルのところが450マイルになるということですんで、こちらもね経由するようにしてください。次にねポイントサイトの案件ですね、こちらのANA JCB カードなんですけども、こちらは今はねソラチカカードで解説させていただいていますけども、 ANA の JCB カードだったら発行でね案件が出ております。ポイントサイトポイントインカムで3000円分のねポイントで案件出ておりますんで、 ANA の JCB カードを発行する際は確実にね通すようにしてください。こちらで3000円分ですね。でこちらを ANA マイルに東急ルートでね交換すると2250マイルっていうのはね獲得することが
できます。以上ね、全部のキャンペーンを合計すると、まずね、マイ友プログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、 JCB の利用とキャッシング枠の設定で合計で 45,450 マイル、ポイントサイトの案件で2250マイルで、こちらね、300万円ね、決済した場合の通常分のね、マイルが入りますので、もしね、300万円ね、利用した際には合計でね、81,700 マイルということで、まあ、かなりね、大量の ANA マイルがね、獲得することが可能です。まあ8万マイルあればですね、東京、ニューヨーク、ちょっと今は行けないですけども、ビジネスクラスなんかね、発券もローシーズンであればね、利用することがあります。でもですね、12月31日までに300万円っていうのはね、まあかなりね、ハードルは高いと思いますけども、利用額に応じてね、マイルはもらえますので、利用する機会がある方はね、ぜひ狙っていただきたいなっていうふうに思います。次にね、ソラチカカードの一般カードの方ですね。こちらは、ソラチカカード一般カードの場合は年会費は初年度無料、2年目以降は2000円っていう風になっております。でこちら利用額のキャンペーンもね、ソラチカカード一般カードだと変更という風になっておりまして、こちらね、更新画像を出しておきますけども、10万以上で1500マイル500ポイント、50万以上で6000マイル2000ポイント、100万以上で1万5000マイル5000ポイントっていう感じになります。でね、こちらも先ほどね、解説した通りね、おきどきボーナスポイントでね、付与されますんで、東急メトロポイント経由でね、ANAマイルに交換すると、仮にね、100万円以上ね、利用した際の5000ポイントだとすると、本来ね、1万5000マイルなんですけども、2万2500マイルにね、交換することができます。こちらもね、全部のキャンペーンをね、合計するとですね、マイ友プログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル、 JCB のキャンペーンで22,950 マイル、ポイントサイトの案件で2,250 マイル、100万円分の決済を入れて1万マイルといった感じで、全部で 36,700 マイルっていう風になりますので、こちらね、年会費がね、初年度年会費無料っていうことになっておりますので、かなりね、おすすめのポイントっていう風になります。次にですね、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね。こちらは ANA のね、クレジットカードではないんですけども、 ANA マイルがね、結構もらえるキャンペーンやっておりますので、こちらもね、解説やっていきたいと思います。でこちらのアメックスのビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードなんですけども、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードという風になっておりまして、アメックスのクレジットカードはですね、既存の会員の方から紹介でね、入った方が、まあ、お得という風になっておりますので、こちらでね、解説させていただいております。またこちらね、既存の会員の方から、紹介で入ると年会費ね、初年度無料キャンペーンもやっておりますので、こちらもね、合わせて覚えておいてください。またね、アメックスのこのクレジットカードなんですけども、今回ねビジネスカードを解説してるんですけども、メンバーシップリワードっていうのはね、手数料が年間3000円かかります。またね、 ANA のね、移行手数料が5000円かかるという風になっておりますんで、まあ、初年度年会費無料なんですけども、 ANA マイルに交換する場合はね、8000円の費用がね、かかるクレジットカードという風になっております。それではね、キャンペーンの解説ですね。アメックスビジネスカードの場合は、3ヶ月以内に20万円決済で7000ポイント、50万円決済で1万ポイント、50万円分の決済分を入れて、合計2万2000ポイント、2万2000マイルがね、獲得できるキャンペーンという風になっております。次にね、アメックスビジネスゴールドの方ですね。3ヶ月以内に20万円で6000ポイント、50万円で1万2000ポイント、またね、1年間に200万円の決済で3万ポイントがもらえます。でこちら200万円分の、ね、決済を入れると、合計で6万8000ポイント、6万8000マイルがね、獲得できるっていうキャンペーンになっております。またね、このアメックスのカードをね、ポイント交換には ANA マイルに交換する場合、上限のがね、年間4万ポイントっていう風になっておりますんで、キャンペーンでね、ポイントをゲットしたらですね、年内に4万ポイント交換していただいて、1月1日を超えたらね、また残り分を交換するっていった感じで、特にビジネスゴールドカードの場合は6万8000ポイントということで、4万マイルのね、上限を超えてしまいますんで、これね、年内にね、ある程度交換しておかないとですね、2年目の年会費を払わないとですね、ポイント交換できなくなってしまいますんで、この点はね、注意していただけたらなっていうふうに思います。次ね、ANA アメックスクレジットカードのキャンペーン解説ですね。こちらもアメックスのね、クレジットカードという風になっておりますんで、既存会員からの紹介ポイントでね、解説させていただいております。まずね、 ANA アメックスカードの方なんですけども、年会費が7,700円、ANA マイルに交換手数料が年間6,600円かかるクレジットカードという風になっております。こちらも入会キャンペーンをやっておりまして、3ヶ月以内に1万円利用で500ポイント、
20万円決済で3000ポイント、40万円決済で6500ポイント、40万円の決済分が入って4000ポイントということで、こちらマイトモプログラムと入会ボーナス、まあ、こちらを全部考慮すると合計でね15500マイルがねもらえるキャンペーンというふうになっております。次にね ANA アメックスゴールドの方ですね。こちら年会費が31000円、こちらゴールドカードに関しては ANA のね移行手数料はかからないっていうふうになっております。こちらもキャンペーンね、利用のキャンペーンやっておりまして、3ヶ月以内に1万円で1000ポイント、25万円利用で8000ポイント、50万円決済で1万8000ポイント、50万円決済分を入れて5000ポイントということで、こちらもマイトモプログラム、入会ボーナス、キャンペーンの利用ね、全部を合計すると、合計でね、3万6000マイルがね、獲得できるキャンペーンというふうになっております。今回ね、以上が2020年7月版のクレジットカードね、プラスアルファの入会キャンペーンね、解説させていただいたわけなんですけども、先月までね、行われていた ANA ダイナースのキャンペーンはですね、無事終了ということになりましたので、今はですね、キャンペーンはゼロというふうになっております。またね6月までに行われてたキャンペーンだと最大ね10万マイルを超えるキャンペーンになってたんですけども、まあ、今回ね7月版で、まあ、一番マイル数が高いのがプラチカゴールドクレジットカードなわけなんですけども、それでもですね8万1000マイル程度なので、6月のね初旬までのキャンペーンがねいかに獲得マイル数がね高かったことがね、まあ、分かるかと思うんですけども、まあ、個人的にはですね6月いっぱいまでがですねすごいキャンペーンが重なってねマイルがたくさんもらえたっていうだけで、今回のねこの7月版の入会キャンペーンのね獲得マイルがねまあ通常かなっていう感じですね。もしねクレジットカードのね利用額が、まあ、ある程度ね予定されている方はですね、まあ、ちょっとマイル数減ってしまいましたけども、ぜひね狙ってみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンブホテルのことなんかね発信させていただいておりますのでぜひねチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。